お待たせしました。では好きなこと全部するのを。どうしたの？好きな時に好きなことし、好きなことが好きなもん。これが私の人生。こんばんは。ひでくん、チャンピオン、まぼろひさん、イルファン、YSA さん、ティンさん、ナベッチ、トッシー、YSA さん、シャウロン、マサト、ナオッチ、タコタコ太郎、ありがとうございます。メールは変えてないよ。年賀状届いた。あー、オッケー。遅くなってごめんね。今日元気、めっちゃ元気だよ。おいさん、美術強すぎ。本当ほとんど今日メイクしてない。ほら、目も何もしてないでしょ。こんばんは。おさみん、ありがとう。たけ、ありがとう。そう、昨日はまゆとお泊まりしてました。そう、深夜にカラオケとか行ったりして、ちょっと盛り上がりすぎて配信できなかった、ごめん。ひなっぴ、ありがとう。じゃ、22時間勤務やば、頑張ってね。そう、カラオケでいっぱい歌って、盛り上がっちゃってちょっと配信できなかった、ごめんね。既読無視さん、ありがとう。そう、盛り上がっちゃった。で、今日は焼肉のランチをね、マネージャーさんと3人で食べて、念願のね、サンクスギビン、ギビ、サンクスギビンズ、あ、ギブンズ、あれ、サンクスギビンズ、サンクスギビンズっていうね、スプラッタ映画を見てきたんですよ。もう本当に、本当によくて、見てきたんです。もう今すごい感動と興奮してるの、実は。本当によくて、サンクスギビンズが本当によかった。語ってもいい、語ってもいいかな。そう、そもそもそのサンクスギビン、サンクスギビンズの監督さんが、私の好きなグリーンインフェルノとホステルっていう作品があって、めっちゃね、ホステルは結構何回も紹介したことあると思うんだけど、もうその2つ好きだし、クラウンっていうね、映画も監督作であって、それもね好きだったんですよ。なんか、まあ、そもそもの期待値がすごく高い状態で見に行ったんですよ。でも予想をはるかに超えてくれて、ま、あ、うんちした、ラキがうんちした。そう、予想をはるかに超えてもらくれて、すごい、あ、うんちした、ちょっとシュッてしよう、あ、うんちだ、あ、いい匂いきた。で、予想をはるかに超える作品だったんですけど、まあこれから見る人もいると思うんで、これからね、見る人もいると思うので、ネタバレをしないように話していきたいと思います。ちょっとも、サンクスギビンズを見る予定があって、ちょっともね、聞きたくないっていう人は絶対見ない方がいい、こう話をするね。聞かない方がいい話をするね。あ、臭い。で、サンクスギビンズだと思う、あれ、ちょっと分かんなくなった。サンクスギビンズ、サンクスギビンズだよね。
サンクスギビング、サンクスギビングかも。そう、なんかあのアメリカかな、アメリカだと思うんだけど、アメリカの祝日、サンクスギビングね、サンクスギビングっていうね、お祭り、お祭りというか祝日があるんだって。そう、何の何をお祝いするのかがちょっと日本にはない文化だからわからないんだけど、まあ、とにかく祝日みたいなお祝いをする日らしくて、なんかブラックフライデーも同じ日に開催されるのかな。ブラックフライデーの文化はさ、日本にも流れてきてるじゃん。でもサンクスギビングの文化は日本には流れてきてないから、あんまり詳しいことはわからないんだけど、そう、まあ、それをお祝いする、それが題材になった映画でした。そのハロウィンとかもそうだし、なんかそういうのね、祝日のなんか作品みたいな言うらしいんだけど、それはよくわからないんだけどそういうやつで、なんか七面鳥を食べたり、あ、収穫を祝福、なるほどね、そう、なんか食卓をね囲む日、お祝いする日だし、なんかブラックフライデーも多分ね当日に行われるのかな、まあ、そういう題材のお話だったんですけど、何がいいかってなんだろうな。でもすごいね、ふざけてるだけど、私ね、ふざけスプラッター好きなんですよ。基本明るめに作ってるスプラッターが特に好き でテリファーが好きな理由もそこにあるんだけど、すごい好きなんですよね。そう、明るめに割とノリノリの部分もあるみたいな、暗いトーンで進まないというか、まあ、途中からはねもうどんどんさことが始まっていってしまうから暗くなるんだけど、最初の入りとかが明るい方が好きで、油くらい次の日なんだ、そうなんだね。そう、でも本当にところどころの演出が素晴らしいって思うところもあったり、なんか割と本当に最近の中で言うと、なんだろう、新世代のグロというか、なんだろう、今の文化も取り入れつつ今まで培ってきたスプラッターという作品をうまく融合してて、本当に今の生活に寄り添ってるんです、すごく。まあ、スマホの文化とか配信なんかの文化とか用語とかバズるとかさ、そういうのも出てきたりして、でもやっぱ今の時代と今までの大事な、今まで積み重ねてきたスプラッターといえばこれだよねっていうのをすごくうまく融合していて、そこに感動しました、めっちゃ。うん、すごい良かった、本当に良かったんよ。もう演出とか、あ、この演出の仕方すげえ、うわあああみたいな、思わず拍手しちゃうような演出も多くて、めっちゃ興奮した、もう本当に良かった。うん、そうで、単純単調単純じゃないんですよ、その殺し方もね、すごく良かった。やっぱさ、スプラッターってさ、まあそういう作品じゃん、だったらさ飽和してきちゃうというかさ、新しいさこう方法が、まあ、見つかりにくいじゃない。それを難なく超えてきた。別に今までの作品にあっただろうっていう殺し方ももちろんあるんだけど、なんか、うん、全然同じだなって思わないし、なんか全ての塩梅がちょうどよくて、本当によいい作品でした。本当にいい作品でした。もう一回見たいそう、そう、ちょっとでもね興味あったらね見に行ってください、ぜひ。もちろんね、そういう描写が苦手な人もいるから、そういう描写が苦手じゃない、いけるかもって思う人はね、ぜひ見に行ってほしいなと思いました。じゃあ話は変わって、明日私髪を切りに行くんですよ。話したかな、ちょ、私姫カットレイヤーにしようと思ってて、話したよね多分。
そう超楽しみ。あさって切ります。多分この辺くらいからここパツッと切って、ファイナルデスティネーションとはねちょっとまた違う、ちょっとまた違う。あれは運命系だから、ここをねこうしてここを段を入れるみたいな感じですね。こういう感じでめっちゃ楽しみ。こんな感じにここを切って、そうでついにティースジュエリーをしようかと迷ったんですよ。それに合わせてここにあのキラキラストーンつけるやつなんですけど、でもさすがに姫カットレイヤーしてここにキラキラついてたらまずいかなと思って一回躊躇してるんだけど、どうもここにねハートとかキラキラをつけたいの。私ずっとつけたい、ずっとつけたいと思ってるの。どう思う？姫カットレイヤーしてこういうキラキラつけるハートとか。ずっと迷ってるんだよね。一時的、うん、3、4ヶ月くらいで外れちゃうらしい。ハートとかつけたいんだよね。うん、仕事は何もないから全然大丈夫。うん、取るのにもお金かかるから。そう。別に取れる取れる取れる、ご飯食べ大丈夫でしょ全然。矯正器具的な全然違うけど異性受けは悪くなりそうだよね、わかんないけど。だからみんなに相談してるんだけどまあ今更でも私が何をしてもさ驚かないよねラキちゃん、首きれい。本当？うん、ワンポイント。さすがに2歯ぐらい、こことここぐらい、こことここぐらい、2歯だな。2歯、私的には2歯がいい。ここハート、ここキラキラみたいな、ここにハートつけてここキラキラみたいな。スタピアしない。でもここはね復活させたい。ちょっと塞いじゃったので、ここは光に当てる。どんな色？うん？普通にストーンの色だとピンクとかにしようかなと思って。ニハニハ。そう。おこちゅです。うん、それはまだ予約してない。試してみていいかな。カフェ聞きたい、楽しみにしてるのよ。すごくウキウキしてるの。クボさんありがとう。すごいウキウキしてる。髪切るの、頭蓋骨のズレが気になる。草木ありがとう。そう、見るの楽しみ。本当？嬉しい。まさとたこたこたらありがとう。こんばんは。そう、めっちゃやってみたいんだよね。
眉と相変わらず喋り倒して、そうなんか眉に会ってすぐ言われたのが、なんか女の子になったねってなんかすごい柔らかいって、喋り方とか表情がすごい柔らかくなったって言われたえみたいな、どうしたの愛理ちゃんって。 YSA さんありがとう、こんばんは。そう、表情とか喋り方とかがなんか優、なんかふんわりしたねって言われて、なんか自分ではなんかそんな風に思ってなかったからびっくりした。仕事頑張って。そうだから私が見てた愛理ちゃんはブラックブラックブラック愛理ちゃんだったんだねって言われた自分ではね意識してないから。そうブラックブラックブラック愛理ちゃんだったのね言われたどういうこといやこれが通常の私だよって言ってびっくりしてました。結構これが普段なんだよなけどね、柔らかく見えるらしい前からしたら。うん、面白いよね自分じゃ気づかない。そう話アプリはねちょっとまだね全然話進んでないからね、とりあえずねあの水ライブ書くねとりあえず水ライブ書くね、待っててください。ほいちゃんありがとう。2月にもやれたらいいなって感じ。分かったら決めたりしたらすぐ言うね。こんばんは。ギャル時代、ギャル、あ、はんちゃんありがとう。にじレインボーアイリ様の服のサイズ何 M？ M かな、ものにもよるけど M だったら基本着れるかも。そう、お洋服助かります、ありがとう。ラキちゃん、ラキちゃんがうろちょろしてる。ラキ、ラキちゃんおいで。どうしたの。はい、うん、かわいいね。どうしたの、どうしたの、ラキちゃん甘えたいの、甘えたいのね、あんたかわいい。ラキ甘えたいの、甘えたいのかい、そうなのかい、甘えたいのね。ダメちゃんありがとう、こげちゃんありがとうございます。うん、おいで、うん、来なさいよ。うん、どうしたの。うん、そこにお座りし。うん、珍しい、私の膝の上に乗ってる、珍しい、最近なかったんだよね。何だっけ、珍しいね、あんた可愛い。うん、珍しいね、座っときそこにずっと。うん、珍しい。あ、マツパ予約した、来週に。ありがとう、失敗した。見たい、ちょっと映んない、今ね持ち上げるとね多分いなくなっちゃうから今あぐらかいてんの私で、ちょうどロングスカート履いてるからいい感じになんか居場所になってる。かわいい、温かみと重みが愛おしい。うん、焼きカメラ嫌いよ、すごい。焼き、メカットして松葉したら可愛くね、楽しみ、可愛くなれるように頑張る毎日。
マジ動かなくなるから太らないように気をつける。全身で、え、本当テンション止まっちゃったの。リオありがとう、ウシタありがとう、マサタありがとう、マボレシタありがとうございます。みんななんかないの最近雑みんななんかないの最近ね。じゃみんなの近況知りたいね。フラキの写真いいよ、撮る撮る。んかわいいね。ねえラキは本当にかわいい。ゲーム？何のゲームしてんの？あ、でもまゆがね、やっぱエリちゃんだわって言ってくれたの。引きこもり？そうなの？こうね、私もある今。ギター買った。いいやん。親知らずを抜きました。いや、いいね。痛いよね。スイッチのマリオのゲーム、あの普通のやつ、新しいワンダーなんとかみたいな。凪沙ちゃんのオンラインを話すから、え、予約したの？私もやるな。先週髪切って、いいね。私も早くやっぱアリちゃんだわって言わしたい。スイカゲーム、スイカゲームおもろいよ。私も一時期ハマってた。最近やってないけど。かわいい。スイカゲームおもろい。でもマリオおもろいよ。やってるけど、あんま進めてないけどまだ。そう、なんだかんだね、友達と会う予定をね入れて、来週もね一日家にいる日があんまないんだよな。まあ舞台挨拶もあるし、ラジオの欄もあるっていうのもあるけどね。そう、あのね、二人、これから二人、あのゲームやってるやってる、あのとある後輩ちゃんと、後輩ちゃんと、あのそれぞれの2回、そう、それぞれあと遊びに行く予定があって、そう、まあ、マユとはもう親しみが深すぎて写真撮ったりあえてしないんだけど、多分ね写真撮ろうって頑張って誘うって載せるね。そう、ちゃんと先輩してきますめっちゃ楽しみ。そう、そうで、舞台挨拶でしょ、ラジオのラでしょ、で遊びでしょ。お洋服が足りないなと思って、今日まゆと一緒に見たりネットですごい探したりしたんだけど、最近ときめく服がなくて写真撮ってない。今回最近ね、心ときめく服がねあんまりないのよ。そう、必要な時なんかさ、あんまり着る時がない時にさ一目惚れする服はあるけどさ、必要な時こそ出てこないよねそういうのって。そう、でも舞台挨拶ってさ綺麗めじゃん、絶対綺麗めワンピースとかじゃん。早く探さないと間に合わなくなっちゃう。絶対綺麗めワンピースがいいよね。そういうイメージない？舞台挨拶って。好きなブランドっていっぱいあるよ。え、そう、まだ決まってない、やばいよね。考えないと。役っぽい服、確かに確かに。え、でもやっぱワンピースだよね。このパーカーでいいの？本当いい？ラジオのラコのパーカーでいい？こんばんは。かわいいのに。気持ちいいね。全然謝ることじゃない。パーカー、え、パーカーかわいい、着てるよ、くれたやつ、めっちゃ着てる、かわいい。
ケイありがとう。ラジオのらお手紙かかな。楽しい。そう、便りね、待ってる、いっぱい。いっぱい送って。かわいいねんだ。どれ読むか迷っちゃうくらい、送って。どれにしようかなって決めちゃうくらい送ってください。あ、ラキがいなくなっちゃう。行かないで、ラキ。ラキ、行かないで。ずっといて、ここに。いてくれた。噛んでくる。なんで？なんでよ。撫でるなって。膝の上にいるのにイライラしてるんだけど。何事？何事？ゆうたありがとう。何事なん？どういうこと？めっちゃ尻尾ブンブンしてる。噛もうとしてくるし。ママ。キュンキュンからのガブで。こんばんは。よし、髪伸びたかな。どう、ラキ的に髪伸びた？伸びないんだよね、ああいう髪。ほんとにもっとロングにしないと。なんかお腹のおへそあたりまで長いロングにしたいの、ほんとは。でもなんか伸びたい。もうね、どこまでも伸ばしたい今回は。まあでもたまにね、毛先整えたりしてるから、ちょっとだけ切っちゃってるところはあるんだけど。メッセ、ほんと？笑顔になってくれてよかった。頑張って伸ばすね、耐えて、耐久して。そう、私ストレートなんだよね、生まれつき。そう、でも朝起きた時ボンバーだけどね、私めっちゃ朝起きた時ボンバーだよ。でかなり長くなったよね。こんばんは。マジ私起きた、ね、寝る間にすごい髪の毛になる。あ、いなくなっちゃった。バイバイラキ。ちょっと痺れそうだったからちょっと助かった。本当に寝起きね、あ、こんなん、あ、そう、こんなん私寝起き悩みなんだよね。朝起きたらこれ。そう、アイロンしてる。朝起きたらこれです、私。そう、ストレートアイロンするか、水めっちゃ濡らしてドライヤーしてる。そう、うん、私はね、テンパではない。こんばんは。本当にね、寝癖がすごいな私。あ、そう、髪の量はね、増えたよね。でもね、少ない時からボンバーだよ。そう、濡らしてドライヤーすると私は結構落ち着きます。まああとはね、髪に潤いを与えるのもいいと思う。すごいしっとりさせる。そしたらさ、いい感じかも。私が最近使ってるヘアトリートメントはね、これです。うのべ。なんていうの。でもこれはね、結構軽めだから、めっちゃサラサラになるわけじゃないけど、これ使ってる。これはメイクさんに教えてもらった。でも男性とかだったらこれぐらい軽い水っぽい方が使いやすい気がする。なんかオイルとかになるとちょっとベタベタになっちゃうじゃん。今日これは普通のもう水っぽいスプレー、ピーってスプレーだからめっちゃいい匂い。香料が強いですこれ。そう、おすすめ。君並さんありがとう。そう、ヘアオイルさ、ベト使う？しっとりしちゃうわん。ベトベトってか油ぎっしゅに見える感じにならん。私それちょっと思っちゃってからこれに変えたんですよね。なんか油ぎっしゅになっちゃう夜に、私ヘアオイルつけすぎたら。髪綺麗？そんなに。そんなに綺麗じゃない。アノブって言うんだ。ありがとう。アノブね。そう、裏韓国語でさ、わかんないんだよね。でもね、すごいドライヤーとかもね、いいのが、いいの
プレゼントしていただいて、それ使い始めて髪すごい変わった。本当に変わった。私本当にギシギシ女だったんだよ本当に髪の毛汚かったんだよ。でもめっちゃ改善されてる今。ドライヤーはいただいたやつなんだけど、レプロナイザー使ってます。スクショタイムいいよ。どうだい、恥ずかしい。ほうこさんありがとう。すみさえさんありがとう。ん？どうした？どうしたの？ん？かわいい。まあ、これでグレーなど、はい、灰色。そう、グレー。食べちゃありがとう。ちょっと眠い、眠くて話が出てこないみんな話題振ってよ、話題。質問して、質問質問してよ、質問。無茶ぶり、質問して右は実シルバー、確かに確かにシルバーっぽいっちゃシルバーっぽいよね。確かに。ちょっとグレーシルバー、シルバーグレー。姉愛ももの雑誌早く買いに行かなきゃいけない思った。買いに行く、私も買いに行くね。好きな色は黒とグレーと白と、うーん、色は全部可愛いんだけど、色ってほんと全部可愛いんだよ。トリートメント、トリートメント、あれ、そのお風呂出た後に使うやつはこれかな。あ、普通のシャンプーってこと。シャンプーのリンスのトリートメント、今ね、シャンプーとリンスはあのラカスタっていうところのやつ使ってます。そう、どうやったら維持できてないよ。あ、ね、赤もね似合うってすごい言ってもらえること多い。そう、シャンプーとリンスはラカスタ、これももちゃんから教えてもらって使ってる。地雷系の、もう私は地雷系は絶対着ないからね、もう絶対着ないから難しいかも。そう、服の趣味がねちょっと違うんだよね。地雷系の真逆が好みと言っても過言ではない。え、ラカスタって美容院にあるんだ。そうなんだ。そう、本当にね、多分好みは地雷系の真反対かもしれない。いつ袋取るんですか？未定です。全然ない質問作って読む好きな食べ物はあっさりしたものと、セブンのイカそうめんと、あとはメロンと、あとは
アイスとあとバナナジュースとあと雑炊とか明太子のお雑炊とかフグの唐揚げ好き、あとはだし巻き卵とかあとなんだろう、牛タン食べた、牛タン食べた、牛タン今日食べた、牛タンも好きだし、何キクフクも好きだし、あと何が好き、ラーメン、ラーメン好き、ラーメンも好きだし、ハンバーグだ、あ、私ハンバーグ好きです、めっちゃハンバーグ好き、そうハンバーグ屋さんはめっちゃ行く、メロンは 青肉、青肉派です。好きな食べ物いっぱい、でも嫌いな食べ物も多いんだよね、悩みです。中華好き好き、エビも好きだし、いや私この間ハンバーグ、私ハンバーグうまく作れないと思ってたんだけど、この間作ったら、あ、チーズ大好き、忘れてた、ナイス、ハンバーグめっちゃ美味しく作れるようになっちゃった、私すごくない？みんなに振る舞いたい、スミッチありがとう、めっちゃ食べてほしい、作ったハンバーグ、そうイベントしたい、ひき肉とこめ行けなかった、私この間並んだけどさ、全然もっと前から予約しとかなきゃいけないやつだったから残念した、そう料理もね意外とまあまあ、レシピ見ないとできないけどね、まあまあできるよね私ね、まあまあだよね。うん、ハンバーグだけは本当に美味しく作れなかったんだけど、美味しくできるようになりました、成長。こんばんは。料理できるのはポイント高め。本当？嬉しい。見るもの、え、今私魔法科高校見てる今、でもマッシュルと実力至上主義社会のなんとかなんとかみたいなやつがシーズンが新しいのが今始まってて興奮中、なおっちゃんありがとう、あと最近見たドラマだとブラッシュアップライフ面白かった、ネットフリックスにあるブラッシュアップライフめっちゃ面白かった、やっと見たんだけどめっちゃ面白かった、人生やり直したやつ、そうそうバカリズムさんの脚本のやつめっちゃ面白かった、一瞬一気に見ちゃった、両方見てる、やばい新しいシーズン興奮だよね、番組名やばい、唇が薄いの気になる、薬屋はね漫画も見てる、祝い唇薄いの気になる、ヒアルロン酸入れたい、ショック、姫カットしたらこのここの量が増えるって感じかな、両側にこんな感じで取って、ここがここがこうなるって感じ、ここがこうなるって感じですね、目元の赤も、うん、今日ほとんどメイクしてないの、こうなります、トワイスのももさんとかはもっと
多いよね、ここの量が。最大こんな感じ、これぐらい通る可能性もある。地雷系ではないかな多分分かんないけど、ヒメカトレイヤーだから、ここが段がつくんで、これぐらいいっちゃう可能性もある。うん、ここかもね。これ、これかな。楽しみだね、本当に楽しみ。大河なのよ、楽しみすぎる、やばい。前髪の量とかちょっと増やしちゃおうかな。そうそう、韓国で流行ってるらしい、ヒメカトレイヤー。早く切りたい。黒、黒ちょっと落ち着いてきた。ちょっと茶色み出てきちゃった気がする。黒もう一回入れようかな。そう、できちゃってる気がする。明るいの、ね、似合うかな。緊張する。ちょっと茶色出てきてるよね。病んでたからさっき。大丈夫、何でも相談してね。あたすでよければ、あたすを。うん、カラコンはいつもと一緒だよ。次何で言うね。明るくなってきたよね、気になってきた。もう一回入れようかな。せっかく美容院行くなら。ちょっと茶色出てきてるわ。今日話全然出てこない。今日話全然出てこないわ。インナーはね、もうあんまりいないかな。うん、え、そう、色落ち気になる。ロフ？じゃあ我お風呂入ってこうかな。また明日ね。あ、なんか鼻の皮がむけてる。またひじくん、まぼろしさん、ありがとう。じゃあランキング見ます。13位くぼずん、ありがとう。12位サウロ、ありがとう。11位ひでくん、ありがとう。10位まさと、ありがとう。9位札幌のうっしー、ありがとう。8位赤崎、ありがとう。7位和衛星73さん、ありがとう。6位チャンピオン、ありがとう。5位こげちゃん、ありがとう。4位のべち、ありがとう。3位まぶろしさん、ありがとう。2位たこたこ太郎、ありがとう。1位はんちゃん、ありがとうございます。明日も配信すると思う。今日もありがとう。またね。おやすみ。おやすみ。